ちは、チーム代表の篠崎です。ハサミの開閉が上手くなる練習方法を教えます。普通の紙と、そんなに使ってないハサミ、この状態で切って 5mm、3mm ぐらい出してもらって本当に切ります。そしたら今度はこっちに持ち替えてこっちで、じゃあまたで、なるべく細かく切る、あまりこう大きくザクッと切るのではなくて、細かく切ります。よいしょ。このくらいの細かい紙を切っていきます。これで絶対に開閉がうまくなります。3、2、1、9。最後までご視聴ありがとうございました。動画良いと思ったら高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。